でも佐世保記念から11戦10勝2着1回です、はい、すごいですね。楽勝ですね。前がいるんで、はい、でも今日なんかちょっと翼さんのブロックもらって行ききれんのかなっていうのも。3コーナーでね、あいつやめ癖出たら嫌だなと思って降りてたんですけど、すげえ伸びてたんでね、ちょっと焦りましたけど。でもそれをかわすのがやっぱさすが、かわしてやらないとね、はい。まあ、新井さんどうせ抜けないからどこでもいいでしょって言われたら困るんでね、はい、こうやってちゃんと示していかないといけない、はい、でも本当年々強くなってる感じがありますが、年じゃないですもんね、あれレベルですからね。、はい、もうすぐレベル46になるんでね、もうちょっと強くなるかもしれないですね。重ねれば重ねるほど強くなるということで、はい、基本 RPG の基本ですね。今やり込んでる。そうですね。だいぶでもその中でもじゃ、ね、睡眠時間も、はい、練習時間も、まあ基本ね、練習時間だその他ね、飲みに行く時間だ削れないんでね、睡眠を削るしかないですよね、ゲームするにはね。いやでも本当に今年一度出てみたいとおっしゃってるグランプリ、なんかこの調子なら、はい、本当現実にあるのかなという。ああだけど出たいと思っとかないとね、出れないんでね、ああまあ全然諦めてはないんでね、とりあえずそこ目指して頑張ろうかなと思ってますけど。あと3日頑張ってください、はい、ありがとうございます。